どうも、我々コナミチャンネルと申す、コナミカンです。はい、今日はソフトバンク純正やってみたー、かっこなんちゃって。はい、今なんちゃってね、なんちゃってソフトバンク純正です。スタメンはほぼほぼ S ランクっていうことで、レベル上がりきってないんですけどね、まあ、それではね、もうつべこべ言わずにね、やっていきますわ。いきましょう。はい、それではやっていきましょう。先発ですね。こちらが相手の投手は山岡さんと、なかなかいい二遊間してますね。山岡選手見ていきましょう。1番周東選手。いやー、結構ね、12球団と同時でやってる運勢なんで、まあもうほぼほぼおまけ的な感じでやってるんで、もう全く強くないですけど、正直これやる意味あるんかなと思いながらやってるんですけど、まあなんかイベントの来た時になんかそのなんたら魂杯みたいなのあるじゃないですか。その時にちょっとでもエネルギー稼げたらいいかなとか、あとやろ、チャレンジカップでチーム魂杯っていうんでしたっけ、っていうのがまあ来た時にギリギリじゃなくて B とか C とか D とかの寄せ集めじゃなくて、まあ簡単に使えるようなやつを集めてやってますって感じですね。一応僕のリーグのガチオーダーにも入ってる選手も多いんで、極めの選手も、まあ、数人ほどいますね。ってなわけでね、まあなんだかんだ喋ってたらね、まあ2アウトと見逃し三振というわけで、まあやっていきましょう。守備ですね。やっぱり一番守備の内川さんと今宮さんということで、ここには期待ですね。はい、先発は東山さんと、まあ、東山さんはなんといってもね、まあ球種はね F なんですけど、まあ、大ピンチと超大ピンチというわけでね、シンカーとナックルカーブがめっちゃ曲がるということでね、まあ、曲がり始め遅いんで見切られるって見切られるんですけど、まあ、シンカーが超大ピンチ出た時に、そう、これです、これです。この高さが変わった時に変化量が変わるやつが意外とまあ厄介っていうわけで、あー、ごめんなさい、あるまりがないです、これは完全に。あとストレートが F っていうのは意外とね、打たれるでしょ。こうやって意外とストレート F ってきついんですよね。見切られちゃうんですよ。じゃあ急速が速いわけでもないんで、まあ、伸びついてるんですけどね。53キロやからまあ遅くはないんですけど、甘かいたら打たれる。よしよし、厳しいな。なんか結構見切られてる印象ありますわ。あれを見てくるのはなかなか厳しいですね。そう、これ高さが変わるんでそれちゃうんですよね。これがまた、よし、 OK。まあ意外とリアタイでこういう初の試みっていうことで、意外とね、やっぱりね、能力がリアタイ向けじゃない選手とかもやっぱ多いんで、どうしても純正ってなっちゃうと、やっぱこういうそういうところを見ると12球団で見て守備も良くて打撃もいいっていう選手の方がやっぱ12球団で多いんで、純正でリアタイやってはる方ってやっぱ僕すごいなってめっちゃ尊敬しますね。正直すごいですわ。すごいですわ。はい、と、いやー、やっぱ山岡投手苦手ですわ。めっちゃ苦手です。これもこれ全然対応しきれてないんかなと思うんですけど、どうなんですかね。はい。あら、打ち上げちゃいましたね。いやもう、あれ意外とやっちゃうんですよね。わかります？この気持ち。で、なぜかソフトバンク純正なのに亀井さんが入っているという悲劇がここで起こりますと。これはもう完全に僕がオーダー調整するときにミスって、亀井さん完全ソフトバンクだと思って入れてました。次の試合から頑張ってるんで。はい、ないないでいいと。やっぱね、いいプレーには想像さんを送るのがね、まあプロスピユーザーのマナーですよ。はい、このインコースのストレートやめた方がいいのにな。ずっと投げてますね。完全にストレート張ってますね、この人。いやー、あれを打たれたらもう僕は負けですわ。はい、ありがとうございました。はい、それでは2試合目いきましょう。先発です、先行ですね。ホワイトの先発は千賀さんと。それではもう張り切ってやっていきましょう。今回は亀井さんの抜きでやってます。それではいきましょう。はい、1番周東さんと、まあ、レベルがマジで上がってないんでね、どうしてもね。なぜかソフトバンク純正のにソフトバンク純正のコンボが出なくて、めっちゃスピリッツ低いっていう。ただでさえレベル上がってないわ、特訓上がってないわ、特能も上がってないわ、でやばい純正なのに。ミートがちっちゃいな、やっぱり能力が低いと。スピーサーと能力が低いとこうなっちゃうんですよ。おー、ボテンヒット。もう得られて一番ムカつくヒット第1位ですよ、あれは。今季でも使わせてもらってる今宮さんが2打席目と。行きましょう。
いやらしいですよね。僕ちょっとあれの見分けがつかないんですよね、正直。逃げていく。グラシーと。我らがグラシーと。不能しじゃありませんよ。スーモン、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 スーモンじゃないですよ。あ、スーモン。地球での住まい見つけたんだ。はい。よいしょ。はいはい、見切る見切る。見切り発車。見切り発車っていう何億の結果にもそうにちょっと僕知らないんですけど、みたいな華麗なパターンを決めて1点を稼いでいく。という面で考えると機嫌が、今のはビタビタデカビタヒエビタビしていきましょう。荒垣さんと、荒垣さんね、意外とね、なんか打たれる、なんか打たれるみたいな話聞いてたんですけど、全然刺さる人には刺さるかなっていう印象で、全然強いかなと思ってます。僕正直めっちゃ苦手です。お前が下手なだけやろっていうコメントは待ってないですよ。また皆様心よりお待ち申し上げます。で、荒垣さんは、まあ、バネッシュボールも代名詞なんですけど、ツーシームもあるんでね、やっぱり意外とね打てないんですよね、やっぱり。フォアボールで送っていく。はい、タンケ。あとなんかタンケタンケってみんな言ってるから、なんなんかなと思って調べたら、肩、まあ、ビシエドがスペイン語圏の肩ってことで、そのスペイン語でLタンケっていうのが、まあ、L ってその定冠詞で、まあ、なんかあーとかあーみたいな意味なんですけど、英語で言うとかが。このLタンケって言って、まあ、その戦車のことをスペイン語で言うとLタンケっていうらしいですね。自分の名前が戦車って作ってかなりやばいですよね、そう考えたらね。というわけで、大会長と、はい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 、やっていきましょう。はいはい、やっていきましょうって今まで何か言ったでしょう。はいよ、はいよ、咲いていく。上林さん懐かしいな。もうこれ僕が高校生の時にちょっとかじってた、プラスピユーザーの時代に使ってた上林さんで懐かしいな。おお、いいね、ナイスちょうだ。デスパイニュー、デスパイニュー、日立インスパイルネクスト。いやー、やっぱね、デスパイニューといえばね、今季のデスパイニューの写真ですよ。まず、なんでコナミさん、あのタイミングでの写真を作業したっていうツッコミを入れたくなりますね、まったく。めっちゃおもろいですからね、あの顔。なんか、プッてやってますから、プッて。よいしょ。意外とね、カイさんもね、まあ、カイキャノンカッコ映るなんてね、パリーグ TV にいじられるぐらいやってね、ホームラン打てちゃうんですよね、意外とリアタイでも。しれっと。まあ、基本大体カイ選手にみんな代打送るから分かんかなっていう。まあそんなことを一切なく見逃し三振と。今日見逃し三振多いな、俺。はい、2打席目、周東さん。はい。はい、初回と同じようなヒットを打っていく。っていうことでね。セーフと。もうツーベースヒット。いいね。はいはい。俺らが高野、フーディッシュ、今宮健太さんですよ。ケンタッキーですよ。今宮さん、怪我がなかったらもっと数値高いんかなと思うんですけど、皆さんどう思います？いやー、今の打てば。最終回というわけでね、抑えていきましょう。ピット先に危ない。って何か言ったかな、なので、めっちゃ言ってるわけ。小針くん、小針くんすごいな。小針くんのリアタイで使うの結構勇気いりますわ。ちょっと、ここばかりやってみるじゃないっすね、やっぱりこの方は。はい。てなわけで、ラストバッターというわけでね。いや、青木さんもいいんですよね、ミート型のね。欲しいんですけどね、なかなかレフトは重要なんでね。レフトの B でしたっけ、守備 C でしたっけ。結構でも星野正孝さんに続いて、まあいいヤクルト枠のレフトやと思うんで欲しいんですけどね。てなわけで抑えて勝っていくと。はい、ありがとうございました。特に落ちがなさすぎる。